和田騒動に新たな火種。西武からソフトバンクに FA 移籍した山川穂高内野手の人的保障としてソフトバンクの和田毅投手を西武側が指名したとされる騒動をめぐり、両軍の場外戦がヒートアップしている。18日に発売された週刊文春が、和田毅騒動、王貞治が激白、あれは西武が流したと報道。これを見た西武は、びっくりしましたと戸惑いをあらわにし、キャンプインを目前に両軍の遺恨はさらに深まっている。FA 移籍した山川の人的保障としてソフトバンクから甲斐野洋投手が移籍すると11日に発表されてから1週間、両球団に新たな火種がくすぶっている。11日朝に、西武が28人のプロテクトリストから外れていた和田を指名したとの情報が事前に漏れ大騒動となり、最終的に甲斐野に決定。この経緯について18日発売の週刊文春はソフトバンク王貞治取締役球団会長が和田のことは向こうがね、そういうニュースを流したんで。いわゆる西武の方の記者の人がそういうニュースを流したんじゃないですか。うちの方は直接、西武からの話は、その時は聞いてなかったですからと直撃に答えたことを報じた。世界の王は和田が指名された件はソフトバンク側が流したものではないと断言。さらに、西武からのニュースで、こちらもびっくりしましたから。だって、43歳になろうとする選手をね、そういう風にしてくるなんて誰も思いませんよね。西武もリスクがあるんじゃないですか。何年できるかわからないしと大ベテランの指名に首を傾げていたという。西武の球団関係者は、こちらも正直、驚きを隠せない。ただただびっくりしましたと戸惑いをあらわ。現時点では、ソフトバンク側に発言の紹介や問い合わせなどはするつもりはありませんと大人の対応で静観する姿勢だが、これが事実と異なっていれば大問題だ。無償トレード完了するまで大人の対応でいいな。誰がリークしたかなんて気にしてる人いないからどうでもいいよ。指名の朝なんて大体記事になるし、そもそも普通は断れない断らないんだから隠す必要ないしな。びっくりさせるんこ。勝手にイコンにされて迷惑だな。断固拒否で和田にしときゃよかったのに。たまげたな。本来西武が和田取るでって思った時点で、確定なんだから流しても問題なかったやろ。リークされたからなんだってんだよ。なんか急に出てきた王が勝手に株下げたな。大人の対応が普通の対応なんだよな。とぼけちゃって、祖父版がごねたからリークしたんでしょ。もうただのおじいちゃんだし、名誉職にして世代交代しなよ。知らぬ存ぜぬを通せば、そこで止まってたはずの株が勝手に底抜けしてるのほんま。次から次に巻きがくべられるから、全く沈下しないなこの騒動。